最後コンサートで最後かなと思ったんだけど、カラコンウィンクの衣装今日も着れて、で今日が最後になっちゃったんだけど、いろいろ更新して疲れ果てた林岡部だよ。今日は髪を片方に分けてみました。疲れた、本当に疲れた。今日コメント早いな。ありがとうございます、たくさん。なんかもう、あ、いけるなと思って今ショールームつけてみたんだけど、なんかあんま整ってないベッドがなんかすっごいぐちゃぐちゃ、目の前にパジャマとかぐちゃぐちゃに置いてあって、やばい、映らないようにしないと。今日なんてもうレッスンで着てた服もこんな脱ぎ散らかして、すいませんね、なんか寝ながらで、うん、なんか体を起こす元気がなくなってしまったよね。ほらもうここにいるしね。こんにちは、この子もいます。最近ずっと埋もれてましたね、すいませんね、毎晩潰してしまって。ファンデーションついちゃうから気をつけないと。かわいい、このね、肌触りがね、最高ですね。いつの間にか人形紹介に。ね、もうほんといろいろ、いろいろラストが近づいておりますね。ここにドデカカビゴンさんいますよ。ちょっとこれます？もう最高、この子。もうずーっとね、もう抱き心地がいい。こい。ほらもう手がこんなに大きい。ねえ、最高。無理だこれ。こんなに。ボンボンボン。頭こんなに大きい。あ、非常勤にいいですね。確かにコストコサイズの、もう本当に可愛い、癒し。これはもう腕回らないぐらい、うってこう抱いて寝るのが本当にね、心地いいです。このね、モフモフの質感だし最高。なんか私、なんか本屋さんではシュープレ見つけられたんだけどさ、コンビニでは全然見れなかったな。もう無理だよね。1週間で終わっちゃうもんね。いやー、本当にね、ありがたいですね。信じられない。自分が表紙の、なんかシュープレが関東グラビアで、この1週間全国のコンビニに置かれてたんだーって、すごくない？すごいよね、なんか夢みたい。そして写真集も発売されて、だってすごいね、信じられない。そうなんだ面白い。12時になっちゃって、よっしゃー、寝ますか。みんな一日お疲れ、一週間お疲れ、バイバーイ。4月13日の握手会も先ほどから販売が開始されたので、まあ、みんなもう買えてると思うんだけど、
前回買えなかった方はこれが最後かもわからないけど、頑張ってゲットしてね。多分大丈夫だと思うけどね。バイバイ。早く切れろ。